11人組グローバルボーイズグループの JO1、JO1 の白いワルキ、大平翔生、木俣翔也が8日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組、JO1 のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜深夜0時に出演。デビューから3年経った今、自分自身が成長したところを明かした。白いワルキ、みんなが成長していくのを見て、自分も成長しなきゃと思った。バル、JO1はヨティチにデビュー3周年を迎えたため、この日はリスナーから、3年で自分自身が成長したと思うところを知りたい、というお便りが届いた。大平は、僕はデビュー前と比べて歌とダンスの音楽知識が増えたなと思います、とはじめ、家でレコーディング作業をしていても、自分の声を聞けて大丈夫だなと思える、と成長したところを明かしていた。木俣も大平に続き、最近高校生くらいの時のダンス動画を見て、めちゃくちゃ下手くそだなと思って。バル、なのでその時から比べると今はそれなりに成長しているのだなと思います。とダンスのスキルが上がったことが成長したところだと話していた。白岩は、僕は特にないですよ、とコメントするも、強いて言うなら、人との関わりが昔よりも積極的になった、と自身が成長を感じられたところを挙げ、今ラジオのパーソナリティをやれているのも3年前の自分からするとすごくありがたいことだなと思って、と社交的でなかった自分がラジオでパーソナリティをできていることに感謝を述べていた。バル、また、オーディションの時も JO1 としてデビューをするまで本当に一言も喋らないメンバーが多く、デビューしてから半分以上の人と喋ったくらいで、今までそうやって狭く生きてきたから苦でもなかったし、みんなが成長していくのを見て、自分も成長しなきゃなと思った部分もたくさんあるので良かったなと思います、とメンバーの成長とともに自分も成長できたとコメントしていた。